私ね、強くないんですけども、適当にこなれのいい具合にちょっとプラプラしておりますので、しばらくはせっかくウラジオストック行きますので、ロシアのムードにですね、前夜祭というような形で浸っていただければと思います。私の心強い味方をご紹介させていただきます。大変素敵なピアニストです、笠井志乃さんです。どうぞ。ありがとうございます。2、3日前からもう横浜出向してすぐ黒川さんのバラライカなどで皆様ロシアのムードを満喫されていると思います。そしてですね、まあとにかくウラジオいらっしゃろうというんですから、何らかの形でロシアには興味をお持ちではないかと、今日のお客様は私はそう思うわけでありまして、ということは私が歌うロシアの歌も多分、お好きでいらっしゃろうかと勝手に思っております。これからしばらくの間ロシアの歌ばかり聴いていただきます。ごゆっくりお過ごしください。Thank you.
それではですね、ずっとありがとうございます。ここのところ横浜からお乗りの方、それから昨日函館からお乗りの方も素晴らしいミュージカルとかですね、演奏いろいろ来て、一方的にと言っては語弊がありますが、皆様方にお聞かせするばかりでございます。毎日毎日3食大変ごちそうが出ておりますので、もしかしてお腹のこなれの悪い方もいらっしゃろうかと思いますので、ちょいとですね、一緒に歌ってみていただけます。何大したことございません。自然に歌えますから、ちょっとやってみます。マイカローラボラショーハレルヤ、マイカローラボラショーハレルヤ。はい、このハレルヤっていうところを歌っていただいて、これダメな方いらっしゃいますか？まず大丈夫ですよね。すいません、お客様の席を明るくしていただきます。恐れ入ります。それではですね、やってみましょうね、もう一回。はい、どうぞ。皆さん声を揃えて、それ恥ずかしがらずに大声です、それ。はい、ありがとうございます。もう大方やはりアスカに乗ろうという方でございますから、素晴らしい音楽水準高いですけど、中にはやっぱりですね、ちょっと俺恥ずかしいよな、バカなことはできる、あんなひげの真似なんかできるかって言ってですね、どうしてもそうなるとこうちょっと言葉がはっきりしないとこう塞がる感じなんですね。だから皆さん声を揃えてちょっと惚れるなんだバカ野郎、こういう感じになる。ということでちょっとコツをお教えします。平べったくやるとよろしいんでございますよ。ちょっと私は極端にやってみますからね。皆さん声を揃えて晴れるや、こんな感じ。こんなことしなくていいんですけど、横に引っ張って、そうすると姿勢が働いてですね、ちょうどいい具合になります。ただしただし歯が出てる方はそのままで結構でございます。ではこれでいきます。はい、じゃあもう一回やってみます。皆さん声を揃えて、それ。あんまりいいのでもう一度、それ。素晴らしいですね。もう火の打ちどころがありません。それではですね、もうちょっと細かく突っ込んだ歌ってみますので、最初はまああれですね、レディーファーストですから女性の方いきますね。最初は女性の方だけ、それ。続いて男の方だけ、それ。素晴らしいバリトンでございますね。はい、それでは私しつこいので、もうちょっと皆様のプライバシーに入り込んでみたいと思います。もう一回女性の方お願いします。それではもう一度女性だけ、それ。美人の方だけ大声です、それ。特にこちらの張り切って、大概いつも女性全体よりもですね、美人の方の声が多い。やはりなんか、どういうふうに私思えばいいんでしょうか。ありがとうございます。でも大きな声出すってことは本当にいいですよ。私のスタイル見てください。足の短さはもうどうにもなりませんけど、年の割にはまあ腹の肉などはねそれほどついておりません。はい、それでは今度はね、男性の方に聞いてます。男の方だけご一緒に、それ。お釜の人も元気よく、それ。ご理解なさって歌ってらっしゃいますか？全体でね、どう見たってそのお顔立ちで雰囲気でお釜とは思いませんもんね。I think so、 そうでしょうね。やっぱりとにかく何でも歌ってみればいいと。あ、それは間違いないですよ。やめろと夜まで歌ってればよろしい。それにですね、お客様と私たちの違いは、私たちはちゃんとやらなきゃいけないんです。お客様何やっても大丈夫なんですか、ね、それはもういいんですけど。はい、それではですね、今度はねちょっと年齢言ってみますね。最初は20代の人、それ。随分ご苦労なさいましたね。知能指数が20、そこまで私。続いて30代の方、それ。誰もいらっしゃらないですか？驚きました。続いて40代の人、それ。さっきのヒゲの方40代の方、素晴らしいおヒゲですね。お名前だけちょっとお聞かせいただき、高井さん、ヒゲの手入れが私とはもう
比較になりません。ありがとうございます。続いて50代の人、それ60代の人は、それ、だいぶ元気出てきました。これから続いて70代の方、それ名前聞かせてください。本当ですか？いや、佐々木さんお一人です、それ。お、なんか元なんかやってらっしゃいました？何もやってなくてそんないい声出すんですか？あ、名前が良かったのか。ありがとうございます。まさかと思うけど80代、それ。ここに行き、ちょっとちょっとこっちお降りください。いや、ね、まあ、80代、どっかでなんかお会いしてなんか一緒に仕事してるような気がするんですけどね。そうですか、ね、80代、そう、あ、まだですよ。ありがとう。そろそろやめろと思う方、それ。わかりました。で、それではね、もう少し、ありがとうございました。マイケル・ロラ・ボラッショー、ハレルヤ、マイケル・ロラ・ボラッショー、ハレルヤ、マイケル・ロラ・ボラッショー、私の元を去ってからいくつ目の冬を迎えただろう。目にしみる青い空に今日も白い鶴が一羽舞いた。見上げる夕暮れの空に失われた時を求めて、今日も悲しく飛ぶのか白い鶴一羽。あれは私を呼ぶ声、帰らぬお前の祈り。翼広げて私をいつまでも待つのか。私は今も忘れない、泳げぬお前を無理やり川に沈めた日のあの泣き顔を、私の研いだナイフで夢中で木を切っていた夏の日のキャンプ、輝くお前の瞳、そして初めてお前を殴った時のこの手、この手の痛みを。Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие поры не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.あの日多くの若者たちと戦場に駆り立てられていったお前、できるならその隊列に飛び込み、たとえこの身はどうなろうともお前を守りたかった。しかし笑顔で敬礼を送るお前に、私はただ手
を振るしかなかった。愛だせばれすぶれめはんぜだれねレツアティパダイウツナンガラスタネバダモイタクチャスタイプツアリダウィザマルカヤングレテウニベスタツルよ白いツルよお前は私の息子なのか、それともただ気まぐれな一羽の鳥に過ぎないのか。ツルよ教えてくれ。リツィリツィ羽を借り直すためリツィとまりナイスポジェディアイフトームスタライムイスティプラメジュータクマレウイツモジェベタベスタデュデミリアオオ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 ライ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 
очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, рад увидеть вас, я не добрый час, не встречавая вас, не страдавая так, я бы очень извиваючись. Вы загубили меня, очи черные. ロシア語を入れてですね、皆様に覚えてとそして今日多分ですね今現在お見えくださっている方がありませんあの若林先生ロシア語の先生があの講座をやってらした方がいらっしゃるので私が万が一間違いがあった場合には先生にちょっと指摘していただいてですねあの行きたいと思います。 戦争に行く若者をですね見送る女性の悲しい心を歌った歌だというふうに聞いております。 次期待価値がいいですね。これはもうあれだな、ずっともうこの歌は私があんまりギャーギャー言うよりも皆様と一緒にですねやった方がいいですね。すいません、区切り方が少し早すぎました、ね、マスラオが家を出ていくところまでじゃ続けてやります。もう一回お願いします。 ここまで何かご質問のある方、ご不満のある方あったらいらっしゃってください。
キーのことでも結構ですよ。ちょっと私は考えすぎてキーを高くしたかもしれません。ちょっとこれだと先次高い音が出てきますんでね、ありがとうございます。こういうところでお褒めいただくと思いませんでした。もしあれでしたらキーのこともおっしゃってください。とりあえずやってみてワンコーラスやってみてね。あとキーのことも考えます。それでは窓辺に瞬く灯火に、窓辺にから踊る今よりももっとですね、思いを入れてどうぞお答えください。よろしくお願いします。歌う人間がポピュラーな方だけですけども、私を入れて3人です。で、他の2人女性なんですね。でもその1人はロシア人とのハーフの方なんですよ。ですから純粋にちょっと私もちょっと国籍を疑われるような顔をしておりまして、現に間違えられた方が、ね、このお客様にもいらっしゃいましたけども、とにかくそうすると本当に少ないですよ。でなんかこの絶滅寸前の新潟の時のような存在でありますので、この機会に扱うご乗船の皆様、そういうシャンソンとか感想の間にですね、少しやっぱりヨシアの歌を愛してですね歌っていただくと大変嬉しいと思います。ありがとうございます。はい、それではですね、今度はこれが今日のですね目玉といいますかカチューシャですね。このロシア語をですねぜひ覚えていっていただきたいと思います。この歌はメロディーご存知ですよね皆さんね。インゴの間に花心びかわもにかすみたち君なき里にも春は忍び寄りぬこと君なき里にも春は忍び寄りぬ。はい、これだけの問題でありますね。はい、まあこれだけの問題つっちゃう身も蓋もないんですけど、これはですね、元気よく一応歌って明るく歌っていただければ大丈夫。春を待つこうロシア人の心情が出てると思います。それでですね、とりあえず3番までは大丈夫でしょう。で、歌詞の付け方やなんかがちょっと戸惑われるかもしれませんけど、3番まで行っちゃって4番に少し時間をいただきたいんですよ。ということでですね、とりあえず皆様で一緒に3番まで行ってみますので、キーはどうですか、大丈夫かな。君なき里にも、そこ一番高い、君なきちょっと3、はい、君なき里にも、大丈夫ですね。はい、大丈夫ときは業界でこういう丸いこういう小さいこういう人だ。 Yeah
志乃さんでした。どうもありがとうございました。